こんにちは、ベース講師の星野徹です。今日はですね、ベーシストがサックスの名演から学ぶフレーズをジャズっぽく弾く3つのポイントということで動画をお届けしていきます。皆さんですね、ベースラインとかベースフレーズとかはコピーされたりすると思うんですけど、他の楽器のコピーとかってされたりしますか？ピアノとかギターとか何でもいいんですけど、ベースのコピーも大事なんですけど、結構他の楽器から学べることも多いかなというふうに思っていて、今日はですね、有名なサックスの演奏を題材にですね、フレーズをジャズらしく弾くためのポイントを、演奏とともに解説させていただこうかなというふうに思います。で、今回ご紹介する名演、ピロピロ早弾きとかハイポジ多用というわけでなく、割とテンポも速くなくですね、ベースでもコピーしやすいと思いですね、この曲をチョイスさせていただきました。ということで、早速ですがご紹介させていただく曲はこちら、クールストラッティンというジャズの曲になります。ちょっとね、検索されてみると、クールストラッティンって検索されてみると、女性の方のハイヒールの足がジャケットになっているアルバムが結構バーって出てくると思うんですけど、このクールストラッティンという曲が収録されているアルバムもクールストラッティンという題名で、1958年にリリースされたものになります。今日はですね、このアルバムに収録されているクールストラッティンのサックスのフレーズをコピーしてみて、こういうところを参考にすると、ジャズっぽくかっこよく仕上がるよというポイントを解説させていただきます。この動画をご覧いただくことで、ベースでかっこいいジャズのフレーズを弾くヒントが得られると思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。本日の動画ですが、前半はベースでクールストラッティンのフレーズを演奏、そして後半はクールストラッティンから学ぶフレーズをかっこよく弾くためのポイントを3つ解説させていただきます。フレーズをかっこよく弾くためのポイントを解説させていただきます。で、早速一つ目なんですけど、裏拍からフレーズを始めるんですね。結構裏拍からフレーズが開始されるパターン多くて、例えば最初ですね、ワン、ツー、ダダダっていうフレーズ、これ3拍目の裏から入ってるフレーズ、そして次、ダダダ、これも3拍目の裏から入ってるフレーズですね。で、ダダ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 ダっていう風に、こちらも3拍目から入っているフレーズですね。まあ、必ずフレーズをジャズっぽく弾くためには裏拍からフレーズを開始しなきゃいけないっていうことはないんですけど、例えば全部表拍から弾くと、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツーみたいな感じになって、ワン、ツー、スリー、フォー、ンダダダ、ンダダダっていう、こんな感じの方がなんとなくおしゃれな感じしませんか？こうした裏拍から始めるフレーズって結構ジャズのフレーズを弾く際には多く使われていて、リズムのスイング感と非常に相性がいいんですね。なのでちょっとね、裏拍って苦手な方も多いかもしれませんが、例えばアドリブでフレーズを弾く時なんかに、こんな裏拍ですね、フレーズ試してみられるといいんじゃないかなというふうに思います。で、2つ目ですね。2つ目は1拍3連のリズムですね。これも最初の方で出てくるんですけど、ダダダ、ダダダ、ダダ、次、ダダダダ、このダダダダのこのダダダダ、このリズムですね。1拍3連のリズムというふうに言います。1つの拍に、3連符をはめているフレーズですね。こういうふうに
に、まああんまりこの3連符って多用するとちょっとくどくなっちゃうんですけど、フレーズの中に持ってきてあげるとすごくいいアクセントになりますね。この一拍三連のリズムは、まあ、結構指も早く動かさなきゃいけないし、それからまあリズムも崩れやすいところですので、使用する上ではしっかりリズムが拍に収まるように取り扱いたいリズムなんですけど、こうした一拍三連のフレーズの使い方非常に参考になると思いますので、普段のフレーズを作成する際にもですね、一拍三連参考にされてみるといいと思います。で最後ですね、3つ目は、音使いですね。音使いについてブルーノートの音が使われています。どの音かというと、この B 音になりますね。こういう風に使われています。こういう風に、このダダダダ、この B 音がやっぱり結構ブルージーな雰囲気を出してくれるんですよね。でちょっとあの全体的な曲の構造の話をすると、この曲あの F のブルース進行の曲と言われていて、 F のマイナーペンタトニックのスケールでフレーズが組み立てられています。ちょっとあのカタカナ多いですね。具体的に言うとフレーズ F、A フラット、 B フラット、 C、E フラット、この5つの音階でフレーズが組み立てられているんですね。これが F のマイナーペンタトニックスケールっていうんですけど、ブルース進行のアドリブとかで、非常に役立つスケールです。でこのマイナーペンタトニックの中に B 音を絡めてあげる、これブルーノートとか呼んだりするんですけど、この B 音を絡めてあげると、苦味の効いたようなアクセントを出すことができるんですね。この雰囲気を応用していて、クールストラッティンではこのダダダダっていう、フレーズを使用しているんですね。この B 音の使い方すごく参考になるので、ブルースの演奏をするときなんかにこの音絡めてみるといいと思います。ということで本日はベーシストがサックスの名演から学ぶフレーズをかっこよく弾くためのポイントという解説をさせていただきました。ぜひ日々の皆様の練習やフレーズを作成する際のヒントになればと思っております。最後に2つお知らせをさせていただきます。初めてお知らせする内容ですね。この度ですね、新しいオンライン教材、コードと理論がゼロから学べるウォーキングベースパーフェクトガイドという、オンライン教材を、3月15日金曜日にリリースすることになりました。ウォーキングベースをこれからやってみたいという方に向け、70本以上の、レッスン動画、40倍以上の PDF 面、それから、合計6時間以上の、膨大な動画カリキュラムをもとに、作成されたオンライン教材です。で加えてこちらの教材はですね、皆さんもちろんご存知だと思うんですけど、 YouTube 登録者もう5万人以上いらっしゃるですね、大人気ベーシスト藤谷一郎さんに、お声掛け、いただいて制作しております。教材はですね、藤谷さん、ご主催の16ベースアカデミーからのリリースになります。音楽理論の根底から学びながらジャズらしいウォーキングベースラインを組み立てられるように設計されたカリキュラムで、昨年7月からですね、制作を開始し、もう本当時間をかけて作ってようやくリリースに至りました。こちらの教材のお購入方法、今ですとね、あの3月14日までかな、5000円安く買えるクーポン券がゲットできますので、そのクーポンのゲットの仕方は藤谷さんの YouTube チャンネルで解説されています。リンク下に貼っておきますので、ぜひご覧になって、ぜひクーポンをゲットして教材をですね、お得な価格でゲットしていただければと思います。それからですね、僕、あの、普段こうしたウッドベースを弾いています。さっきのようなエレキベースも弾くのですが、こうしたウッドベースも演奏をするんですね。まあ、ジャズといえばウッドベースということで、そんなウッドベースを学びたい方に向けた、毎日レッスンが受けられるオンラインスクールを運営しております。最後にこちらのオンラインスクールの宣伝をさせていただければと思います。ウッドベースや
アップライトベースに挑戦されてみたい方はオンラインスクールの告知ご覧になってみてください。ウッドベースのレッスンは1日30分の練習で1年で弾けるようになるウッドフリックスがおすすめです。80記事以上100動画以上が掲載されている会員様限定のウェブサイトのもと、完全未経験の方が順序立てて練習に取り組めるように設計されているカリキュラム化されたレッスンプランを提案させていただいております。 GA、GA、E弦でね、演奏することもできるし、また生徒さんが練習した動画を講師まで送ってもらい添削させていただくというこれまでに全くなかった新しい形のレッスンとして対応させていただいており、毎日行っているこのレッスンは1年365日好きなタイミングでレッスンを受けることができます。ゼロからウッドベース、アップライトベースを始めたい方はすごくおすすめの新感覚レッスンですので、ぜひご利用ください。詳細は概要欄をご覧ください。またどんなレッスンを行っているか気になる方はまずは無料のメルマガにご登録ください。よく生徒さんからご質問いただくベースのアドリブ演奏についての限定動画付きの配信、日々の練習の心がけ、メルマガ限定のイベントなども定期配信させていただいております。メルマガは完全無料でご登録いただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。ウッドベース、エレキベースに関するお役立ち情報はツイッターでも毎日更新しておりますので、こちらもよかったらフォローお願いします。それではまた来週の金曜日21時にお会いしましょう。バイバイ。